ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この間、有名パティシエとコラボしたコンビニスイーツを食べたんだけど、クオリティも高くて本当に美味しかったわ。コンビニの商品をいろいろな人やブランドとコラボして開発するのは、今では当たり前になってきているな。やっぱり、コラボって魅力がいっぱいよね。コンビニスイーツだけに限らずいろいろな商品が生まれているし、音楽や雑誌のコラボ企画なんてのもあるわね。様々なコラボアイデアで大成功した例が多いんだが、中には批判を受けたり失敗したと言われてしまったコラボレーションもあるんだぜ。大体のコラボって、人気なもの同士を組み合わせることが多いわよね。それなのに失敗しちゃうこともあるんだ。ああ、今回は残念ながら失敗したと言われているコラボについて紹介していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一つ目に紹介するのは、高級ブランドのシャネルと、YouTuber の、コムドットのコラボだ。コムドットはヤマトさん、ユータさん、ユーマさん、ヒューガさん、アムギリさんの、5人組で結成されたグループで、若い人たちを中心に大人気の YouTuber なんだぜ。世界的なブランドとコラボだなんてすごい。それほど人気がある YouTuber なのね。コムドットのチャンネル登録者数は、2022年8月の時点で、356万人で、動画の再生回数が、300万回を超えるものも多いんだぜ。今、最も勢いのある YouTuber グループの一つと言ってもいいだろうな。かなり人気があることだし、シャネルとコラボするってなったら、すごく盛り上がりそうじゃない？どんなコラボをしたの？雑誌、Vogue Girl Japan で、シャネルのフレグランス、チャンスシリーズとの、タイアップ企画の記事としてコラボしたんだ。雑誌の企画だったのね。この企画に登場したのは、ヤマトさん、アムギリさん、ユータさんの3人で、フレグランスを持った3人の写真が掲載されたんだ。それを見たファンからはヤマトさん決まってる、あっちゃん爆イケ、など、称賛の声が寄せられたんだ。雑誌の企画とはいえ、YouTuber とハイブランドのコラボはすごいことだものね。ファンは嬉しかったんじゃないかしら。そうだな、世界的に有名なブランドとのコラボは、ファンたちにとっても名誉なことだよな。だがそんな意見に反して、世間からの反応は厳しいものだった。雑誌に記事が掲載された翌日から、コムドットの3人に批判が殺到してしまったんだ。どうして？若い人たちから大人気の YouTuber だし、反応も良さそうだと思ったけど。このコラボが炎上してしまった原因は、シャネルが持つ高級なブランドイメージと、コムドットが持つやんちゃなイメージがあまりにもかけ離れていたからだと言われているぜ。コムドットは地元のリを全国へというスローガンで活動していることもあり、親しみやすさが魅力でもあるからな。なるほど、シャネルといえば少し頑張らないと手が届かないハイブランドってイメージがあるものね。そんなラグジュアリーな雰囲気を出すことには失敗してしまったといったところかしら。ああ、今までシャネルの香水にはハリウッド女優などを起用してきたこともあって、YouTuber とコラボするのを否定的に捉える人がとても多かったんだ。きっと、若者に人気で勢いのある人たちとコラボすれば、注目されるっていうアイデアだったんでしょうけど、それが裏目に出てしまったのね。炎上するという別の形で注目されることになってしまったな。ネット上では、もう使えない、安い香水に思われるな。シャネルのセンスどうしたの？あまりにもセンスなさすぎて残念、など、散々なことを書かれてしまったんだ。そこまで炎上しちゃうなんて、ハイブランドとのコラボって難しいのね。歴史あるブランドだからこそ起こってしまった悲劇だな。雑誌側が企画をしたことであって、コムドットの3人には罪はないような気もするけど、いくらブランドイメージとかけ離れていたとしても、オファーしたのは雑誌側だからな。ネットの書き込みの中には、ブランドを地に落とすプロモーションをする、シャネルもやばいし、Vogueもやばい、という書き込みもあったぜ。ここまで批判されると、人選ミスと言われても仕方がないわね。最近では、ハイブランドのコスメやフレグランスを、10代20代に向けてアピールすることが多いそうで、このコラボでコムドットの3人を起用したのも、ターゲットである若者層を狙ったためだと言われているんだ。そういう理由があるなら、決して人選ミスじゃないような気もするけど、若者たちの間で話題になるという目的は果たすことができたのかもしれないが、それ以上に高級感を打ち消してしまうという意見の方が多かったから、結果的に失敗したコラボとなってしまったな。新たなファンを獲得できるかと思ったのに残念ね。今回のコラボに直接関係しているわけではないんだが、コムドットが過去に起こした騒動についても触れている人が多かったんだぜ。過去に何かやらかしてしまったの？深夜のコンビニで大騒ぎして警察が駆けつける事態になったり、
コロナ禍の外出自粛要請期間に大勢が集まる飲み会に参加して活動休止になったこともあったんだ。過去のことだからもう反省しているんでしょうけど、シャネルの持つ格式高いイメージを壊してしまうという批判が出るのも仕方がないわね。単純に YouTuber というだけでシャネルとのコラボを批判されたのではなく、こういった過去のやんちゃな行動も影響して炎上してしまったのかもしれないな。今後ブランド側はどういう人とコラボするのかよく考えなければいけなさそうね。それじゃあ次は同じく高級ブランドのドルチェ&ガッパーナが失敗してしまったと言われているコラボについて見ていこう。二つ目に紹介するのはドルチェ&ガッパーナと呪術廻戦のコラボだ。呪術廻戦って超人気の漫画でしょ。私も名前は知っているわ。ああ、霊夢の言う通り、呪術廻戦は2018年から週刊少年ジャンプで連載している人気漫画で、アニメ化や舞台化もされているんだぜ。2022年8月の時点で、シリーズ累計発行部数は7000万部を突破しているんだ。ものすごい人気なのね。ドルチェ&ガッパーナと、どんなコラボをしたの？コラボ商品を発売したんだが、洋服や靴や帽子などのアパレル系を中心として、キーホルダーやスマホケースなど、様々な商品が販売されたんだ。大々的にコラボしたのがわかるわね。コラボが発表された時は呪術廻戦のファンも大いに期待していたんだが、商品のラインナップが発表されると、大炎上してしまったんだ。なんで炎上しちゃったの？理由はいくつかあって、一つはデザインがダサすぎるというもの。特に洋服のデザインに関する批判が多かったんだ。ハイブランドのドルチェ&ガッパーナとのコラボともなれば、当然オシャレなデザインを想像していた人が多かったんだが、商品を見た人からは、着ていくところがない、デザインが安っぽい、という意見が続出したんだぜ。確かに普段着るのにはちょっと向いてないかも。言われなければハイブランドの服ってことに気がつかなさそうね。ああ、プチプラの洋服と変わらないような見た目が、ダサいと批判を浴びてしまったんだ。これで本当に値段もお手頃ならまだ良かったんだが、驚いたのはその価格だ。T シャツは11万円、ブルゾンは23万8700円という驚きの値段。庶民にはとても手が出せないわ。ドルチェ&ガッパーナは、普段から T シャツなどでも10万円を超える商品を販売しているから、呪術廻戦とのコラボ商品が特別高額というわけではないんだ。だが、安っぽく見えてしまうデザインな上にこの値段だからな。それで批判が続出して炎上してしまったってわけね。呪術廻戦のファンは若者が多いでしょうから、このコラボは難しかったのかも。話題作りとしては良かったのかもしれないが、批判だらけになってしまったのは残念だったな。ちなみに呪術廻戦は、ドルチェ&ガッパーナ以外にも、たくさんのコラボ商品を販売しているんだ。どんな企業とコラボしたの？同じアパレル系として GU とコラボし、T シャツを販売したんだが、人気で売り切れの商品もあったようだぜ。GU といえばプチプラで知られているけど、デザインもいいわね。その他にも文房具やスイーツなど色々なコラボをしているんだが、ここまで炎上してしまったのは、ドルチェ&ガッパーナとのコラボぐらいかもしれないな。期待が大きかっただけに、デザインの安っぽさが目立ってしまったわね。炎上してしまった理由はもう一つあると言われていて、ドルチェ&ガッパーナのデザイナーが、過去にした発言についても騒ぎになったんだ。どんな発言だったの？とあるサイトのインタビューで、日本人のデザイナーなどに、ドルチェ&ガッパーナの服をデザインしてもらいたくないと言ったそうだぜ。こんなことを言われたら悲しいわね。この発言によって批判を集めることになってしまったため、人気漫画である呪術廻戦を利用して露骨にすり寄ってきている、なんて考える人もいたんだ。人気の漫画とコラボすれば買うんでしょ？みたいな意図があるって思われちゃったのね。ああ、そんな感じだな。中には不買運動をする人までいたから、影響の大きさがわかるよな。ドルチェ&ガッパーナと呪術廻戦のコラボ、タイミング的にも失敗してしまったってことね。それじゃあ次は、誰もが知っている人気キャラクター、ハローキティが失敗してしまったコラボを見ていこう。ハローキティといえば、何でもコラボしてるんじゃないかってぐらい、コラボの幅が広いことでも有名じゃない？そうだな、コラボできないものがないんじゃないかと思うほどだよな。キティさんは仕事を選ばない、なんて言っている人がいるくらいだぜ。どんな姿でコラボしても、可愛くて面白くなっちゃうから不思議よね。干物になったり貞子になったり、さらには原型をとどめないロボットになったりと、驚かされるコラボも多いよな。そんなことまでやってくれるの？って感心してしまうわよね。どんなものともコラボすることで有名なハローキティでも、
実は炎上してしまったコラボがあるんだ。それは、ハローキティが絵本作家とコラボした本の内容についてだ。どんな絵本だったの？発売されたのはハローキティの絵本、負けず嫌いキティ。という本で、ハローキティ45周年記念としてコラボされたものなんだ。いろいろなコラボをしてきてるキティちゃんだけど、記念コラボとなればすごく注目されそうね。この本を作ったのは、絵本作家ののぶみさん。自身の絵本はベストセラーになったものもあり、アニメ化された作品もあるんだぜ。とても人気な絵本作家さんなのね。素敵な本になるのかと思いきや、絵本が発売されると、その内容がひどいと炎上してしまったんだぜ。というのも、本来のハローキティの性格からは全く想像できないようなセリフがあったからなんだ。キティちゃんって、みんなに優しくて家族とも仲がいいってイメージがあるわ。ああ、公式サイトでもそのように書かれているからな。のぶみさんとコラボした絵本では、キティちゃんのイメージを一新したかったのか。わがままを言ってトラブルを起こしたり、キティちゃんのママに対して、鬼のようなママ、というシーンもあったんだ。確かに、ちょっと驚いてしまう発言ではあるわね。その他にも、ママのやってることなんて私にだってできそう。私の方が上手に決まってる。など、いつものハローキティは絶対に発言しないような言葉ばかりだったんだ。いつもの優しいキティちゃんが好きな人たちからしたら、ちょっとショックを受けてしまうかも。ああ、あくまでも負けず嫌いという性格で描かれている前提があるとしても、受け入れられないハローキティファンが多く、たちまち炎上してしまったんだ。娘たちがキティちゃんのことが好きだが、とても見せられない。母親が全て犠牲にすることを美化していて悪質すぎる、なんて声もあったんだぜ。ちょっとイメージから外れすぎてしまったわね。今回コラボしたのぶみさんなんだが、実は過去にも炎上騒動を起こしている人なんだ。のぶみさんが作詞をした、あたしお母さんだから、という曲が、献身的なお母さん像を押し付けている、ワンオペ育児を称賛している、と大炎上。後にのぶみさんが謝罪をする事態になったんだ。この騒動もあって、のぶみさんに対するイメージが良くない人も多かったのかもしれないわ。負けず嫌いキティ、を批判していた人の中には、以前の炎上から何も学んでいない、なんていう人もいたぐらいだからな。コラボした絵本を読んで、内容についてサンリオに問い合わせた人もいるそうなんだが、特に問題はないとの返答があったそうだぜ。公式が OK を出したとしても、ファンの人たちには受け入れられなかったのね。人気キャラクターとコラボする場合は、世界観を崩さないことが大切ってことがわかったわ。それじゃあ最後は、大人気映画作品が失敗してしまったコラボを見ていこう。大ブーイングが起こってしまったのは、ドクターストレンジとホロライブのコラボだ。ドクターストレンジは数々の名作を世に出している、マーベルスタジオの人気作品だぜ。私も知っているわ。世界的に有名な作品とコラボしたホロライブって一体何者なの？ホロライブは人気 VTuber が所属するグループなんだ。中には、日本だけではなく世界中で人気の VTuber もいるんだぜ。知名度としては申し分ないわね。ホロライブとコラボした作品はドクターストレンジマルチバースというもので、別の空間にもう一つの宇宙がある、という考えをもとに作られた作品。そこで次元を超えたコラボとして、VTuber が選ばれたと思われるんだ。なるほど、そういう理由があって超有名映画とコラボが実現したのね。コラボしたのは映画のポスターなんだが、それを見た映画ファンたちからは、大ブーイングを受けてしまったんだぜ。天下のマーベルが、ホロライブとコラボなんかしてほしくなかった。これじゃあコメディ映画じゃん、などと、一部ファンの間で炎上したんだ。映画の世界観を壊されてしまったと思ったのかしら。映画のストーリーとあまりにも関係ないコラボだと思う人が多かったようだな。ドクターストレンジマルチバースは膨大なマーベル作品の中の一つであることから、ホロライブのファンがいきなりこの映画から見ても、意味がわからないだろうという人もいたぜ。それを考えると、あまりいいコラボではなかったということになってしまうかもしれないわね。このコラボがきっかけで、映画を見る人が増えるのはいいことだが、多くのマーベル作品ファンの批判を集めてしまった、という結果に終わってしまったコラボだったな。コラボする相手が違っていたら、炎上することはなかったのかしら。コラボって意外と難しい。今回は失敗したと言われているコラボを紹介してきたが、人気な商品や作品ほど、コラボするものを選ばないと、大騒動になってしまうこともあるんだと思わされたな。人気なもの同士を組み合わせればいいってものじゃないのね。でも、失敗してしまったコラボを教訓にして、また新たなコラボに挑戦してみてほしいわ。
そうだな、いつも見慣れたものの雰囲気がガラッと変わったり、新しい発見があるのも、コラボのいいところだからな。これから、どんなコラボ商品が世に出てくるのか楽しみね。そうだな、期待しているぜ。ということで、今回はこの辺でお開きにしよう。ご視聴ありがとうございました。